て読んだっけ。よかった。生きてる。君が落ちるのを見たときは、初めて天に救いを願ったよ。力の使いすぎか。あれは、魔法の大釜。まだ残っていたのか。コルネリウス様。大丈夫だ。コルドロンは炉を壊さないように止めましたが、世界中から吸い尽くしたフォゾンの結晶は使い切られていました。これではイングベイの言う救いなど。敵か味方か。グエノリ、生きているわ。二人とも息がある。これはティトレルの指輪。どうしてこの子が運命なの。指輪が巡って今この手に。でも炉に力など残されてはいないというのに。クロイツ先生、私の役割がようやく分かりました。まだあった。結晶はここにあります。このサイファーに。刃は結晶からできている。元の結晶に戻せば炉に力を与えることができる。ダメだ、ベルベット。コルドロンを操れば君まで呪われてしまう。コルネリウス様、おそらく全てはこの時のためにあったのです。この二人が冠なき二人の王、人類の始祖となる父と母なのです。そして指輪がはまった私の手が叙事詩にある救いの御手。ベルベット、大地が崩れる。急がないと。今魔法の力を逆転せしめ、サイファーよ、溶けて委ねよ。吐き出せその命の源を。世界に大地の宝を返し、今一度生命の再生を恋願わん。そう、命の種を残すのです。指輪に従え、コルドロ。今お前は忌まわしい最悪ではなく、恵みの母となって大地を癒やさん。どこまで行っても大地はこの有様だ。死の国よりもひどい。生き残ったのは私たちだけなのですか。わからない。だがこれほどの大災害で生きている方が奇跡だ。おそらくは。ともかく落ち着ける場所を探そう。
死の国よりひどいこの世界に、こんな世界にした私たちを受け入れる大地があるのでしょうか。グエンドリン、何かおかしいぞ。グエンドリン、オスワルド様、これは大地が。まるで新世界の幕開けのようだ。グエンドリン、こんな奇跡を目の当たりにしては捨てるわけにはいかないじゃないか。希望を。これできっとバレンタインの恋が揃ったわ。おじい様が作ったと言われる効果の全てがここに。どうかな、早速試してみよう。さあ、魔法のコインよ。全て揃っているのなら、そのために費やした幾千年に応えてくれ。止めるものよ、ほのべきかな。王国のすべての効果をその手中に収めたのは誰か。あのお顔、お優しかった頃のおじい様だ。私です、あなたの孫娘ベルベットです。聞こえてはいない。これは王の過去の幻影だ。その手中に収めたのは誰か、もはや世の知るところではないが、その尋常ならざる成功に我が人生で成し得る最高の魔力で惜しみなく祝福を与える。声に出して知らしめるがいい。どんな願いも叶えられよう。願いはたったの一つきりだ。よく考えて決めよう。どんなにこの日を待ち望んだことでしょう。もちろん私たちの呪いを。待ってくれベルベット、それで本当にいいのかい。呪われてプーカとなった者は姿を変じるが、止まった時の中に住むようになる。永遠に魂の変わることなく今の私たちのように。そしてそれは肉体が命を落としても続きます。魂が大地に戻ることのない永遠の呪いなのですよ。だが人間に戻れば100年も経たぬうちに年老いて死ぬだろう。コルネリウス様、呪われた姿で永遠に続く生よりも、人々に立ち交じり限られた時間を精一杯生きる方が尊いのではないでしょうか。確かにそうだ。私たちは長い時の中で人々の営みをただ見てきた。だがこの栄の時代であっても幸福の時代とは言い切れはしない。終焉の前と変わらず、世界は多くの思惑でできています。でも明けの夜はありません。どんな時にでも道はあるのです。そうだったな、あの時世界が滅びなかったのは。グウェンドリンとオズワルドは今でも生きています。その命は彼らが救ったこの大地で紡がれ続けるのです。バレンタインの血も未来に紡がねば。コルネリウス様、バレンタインよ、願いは決まった。コインの主の声を聞き届けよ。我らの呪詛を解き、元の姿に。祝福あれ。これで
希望の魔法がなくなるとも案ずる中で、そこにいる共に歩んできた者も聞け、その方らの努力は魔法を超える。とどまることなくその生涯を歩むがいい。死が二人を分かつまで共に。死せるとも、あなたを話はしない。紡がれる命と共に。
よう、あんた。あんたらよ。そうだ、あんたもここを離れるのを惜しんでいるようだね。ドラゴンがいなくなってからというもの、いい街になったものな。タイタニアは変わった格好だね。どこから来たんだい。わからないって、変な人だな。おっとっと、気をつけろ。ま、あんたもどうせ掘り出し物を見つけに来た口でしょう。ほら図星だ、なら見てってよ、損はさせないよ。ナップルを一つくださいな。いらっしゃい。あんた運がいい、あれ妖精だ。この辺じゃあまり見ない客だよ。最近この街も活気づいて、いろんなのが集まるようになった。ほら、あそこの色っぽい美人とか。変わった品だな。その手に持っているやつさ、売ってくれねえか。このバレンタインの記念硬貨と交換しようじゃねえか。ここだけの話なんだが、これは願いが叶うっていう珍しいコインなんだ。よし、決まった。いいだろう。ワルキューレだよ。王大陰王のお姫様に見えたが、クワバラクワバラ、西の方でまた戦争かね。あんたも行商するならあの辺はやめておきなよ。ん？ほう、あんた物書きかね。ここのことを書くって？そりゃいい、俺のこともしっかり書いてくれ。あ、じゃあな。楽しかったぜ。また会うことがあったらぜひその本を売ってくれ。ああそうだ、せっかくだし聞いておこうか。その本なんて題名なんだい。